今も一緒に練習したりとか、終わった後も練習したりとか、すごいいい雰囲気でやってるし、7月から日本人選手でやってきた強度で、むしろそれ以上やってくれるところもあるので、すごくいい雰囲気なんじゃないかなと思います。日本13年目で今年越谷から来てきます。ソウと呼んでください。よろしくお願いします。まあ今日、はい、ちょっと緊張したんですけど、まあ、みんな温かくウェルカムさせてくれたんで、まあ、気持ちよく練習できました。素敵に速いバスケット、スピードがちょっとあるんで、まあ、速いバスケットできたらまあいいと思います。新しいメンバーが多くて、まあ、みんな遠慮するかなと思ってますけど、まあ、それもなくプロらしくみんなやってるんで、まあ、楽しいです。昨年は優勝でしたけど、残念ながら BYU 行けなかったです。今年も新しいチームと新しいスタッフも、あと役員も含めて、深川移籍しました。で、また挑戦したかったから、で、BYU 行きましょう。5月以降、ベックさんの方にお願いをして、ヘッドコーチと GM というこの2つの役職を兼務していただき、今に至るまで、しっかりとこのチームを引っ張ってきていただきました。今このタイミングで若いコーチにチームをお任せして、で、このヘッドコーチ兼 GM というこの権力集中の形を分散させることがベストだと思うというご提案をいただきました。But I think both the board members and the new president, I think they did a good job, and I think collectively we did a good job in putting together a quality team and a quality staff. So it was not an easy decision. Basically, I'm here to support Koto, the coaches, the players. My role is to be very supportive and.最初にこの話を始めたのはもう自分だし、もう僕のやりたいように最大限のフォローをするっていうことをおっしゃってくれてるので、すごくありがたいなと思ってて、はい、チームの雰囲気だとか、コミュニケーションだとか、いいチームカルチャーを作ろうとか、すごくハードワークチームを作ろうとか、そういう雰囲気はすごく手応えます。みんな本当にそういう感じで作ってる選手なので、そうですね、とにかくディフェンスでファイトするチームっていうところが柱だと思います。すごくファイトできる選手が揃ってますから、ディフェンスでファイトしてファイトしてファイトしてっていう感じで頑張る姿を、まあ、熊本の皆さんに見せたいなと思ってます。熊本に残った理由の一つとしても自分はやっぱ遠山さんっていうところもやっぱあったので、まあ、遠山さんの頭の中にあるバスケットっていうのはやっぱり B1 レベルだと思う。やっぱり、まあ、ベックコーチの教えてもらったバスケットはもちろんですけど、新しくまた遠山さんのいい色っていうのが入ってきて面白くなっているんじゃないかなと思います。I think it was just a change of scenery. Quite like I said, I mean, 5 years ago.Definitely didn't end the way I wanted to end. Last year, probably didn't end the way I wanted to end, but I'm
our Kota, we played together a couple times. We had a chance at a championship, and so I think it's a good opportunity to try it again in both aspects. So definitely looking forward to coming here, redoing it, and doing it better, hopefully. I'll let you know if there's anything I got to tell me. It's nice to be back, seeing all the teammates, getting into a couple of practices now. The energy is really good. Everybody wants to work hard. I can feel the enthusiasm for everybody wanting a good year. Every day we're going to build towards that. Let's go. とにかく自分のパフォーマンスを上げてチームに貢献することが、そうするとやっぱ自然と、まあ、今日だって別に喋ろうと思って喋ってるわけじゃないんですけど、自然とコミュニケーションって取っていくようになるので、なのでなんか自分のやらなきゃいけないことにフォーカスすることがこのチーム に僕が一番貢献できることなんじゃないかなと思うので、やっぱりそれは練習する姿かもしれないし、まあ、私生活のことかもしれないし、なのでなんか自然とやってて感じ取ってくれるものがあればいいなっていうのは思います。そうですね、まだチームみんなが集まって始まったばっかりなので、まだチームプレーとして合ってないところはあるんですけど、ですかね、今日も試合やった時にバチバチにやれてるんで、いい雰囲気で練習はできてると思いますし、それでお互い高め合えてると思うので、いい雰囲気だなと思ってます。まあ、僕としてはいかに悪い時に自分たちの流れを切って持ってこれるか、まあ、僕が出た時にいい流れでできるかっていうのが、なんですかね、僕に求められてることだと思うので、まあ、そういったところをしっかりゲームの流れを見ながら、悪い時はすぐいいように、いい時はそのままいい流れを継続できるようにしていけたらいいなと思います。試合中はそういうのできないと思うので、一回一回タイムアウトとかっていうのも限られてくると思うので、そういった時にチームしっかり、まあ、ブラックならブラック、レッドならレッドでまとまって、同じ雰囲気で、無駄ったままやんないように、そこをしっかり切り替えてやっていくのが大事かなと思いました。やっぱみんな困ってて、みんな困ってて、さ途中で言ったけど、それをお互いほっといてる気がした。例えばウッドに何か言ってほしいことだったら、みんなからウッドに寄っていくべきだし、ジャメルに何か言ったことあればみんなから寄っていくべきだし、2人も日本人たちが困ってたら寄っていくべきだし、 And you guys as well, if you see that your Japanese teammates are having a hard time, then you guys need to help as well. でもこれをみんな周り右して、みんなで見ながら多分何言ってるか分かんない。But everyone, if you're not looking at the person who's talking, if you're looking away, then you're obviously not trying to listen to what they have to say. That's why if you see one of your teammates having a hard time or doesn't know what to do, then you need to make it a point to go out and help that person. I'm proud of the end that we came together and we stuck through the turmoil of the hard times that they were throwing at us. This day was really productive, but we just got to make sure that we're playing hard. We're playing hard the whole time. We've got to play smart as well. We can't let things affect us. And we just got to keep thinking about the next play. When the times were easy, you know, we finish the possession, we come and huddle the next play.
としては B3 やってたので鹿児島とは何回も対戦してる相手なので、まあ、相手がやりたいことも分かってますし、まあ、その中で自分があのチームをほぐしたりアグレッシブにプレーできたらなと思ってます。そうですけどディフェンスも結構ハードにできてますし、それがやっぱり練習でこれだけ表現できてるってことは、まあ、試合でもそれが特徴になってくるんじゃないかなというふうには感じます。ただやっぱり若い選手が多いんで、もう少しやっぱスマートにプレーができる部分はまだまだあるのかなというのは練習してて感じてるんですけど、まあ、その辺はこれからどんどんすり合わせていけば、まあ、開幕まであと1ヶ月の段階でどこまで上げていけるかっていうのを、特に外国人選手と一緒に合わせて、外国人選手がこうしてほしいっていうところもあるし、だからそういったところを賢くうまくチームでやっていけるんじゃないかなって感じます。